try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. どうも、こうきです。おはようございます。今何時だろう。もうすぐ5時半なんですけど、今日ちょっと今から青森の方にちょっとお仕事っていうか、そうですね、ほぼ旅行なんですけど、行こうかなと思ってます。友達がちょっと青森に詳しくて、ちょっと案内してもらいながらちょっとカメラを回していければなと思っております。僕自身青森に行ったことはあるんですけど、小学生の頃に、野球の遠征でしか行ったことなくて、あんまり青森を観光ってことはしたことなかったので、めちゃくちゃ楽しみにしてます。じゃあまず今日はレンタカーを借りて青森まで行くので、安全運転で行っていきたいと思います。スマホもさ、最近は上がってきたじゃん。でもまあ一眼にはかなわないよ、あの滑らかさと。あれ、なんか美味しいものを求めに来たんだけど、まさかの空いてないパターン。あと10分でね。あれ、そっか、今回初だもんね、それカメラ。そう、どう、ね、かっこいいね、どうも。あっちいいライスバーガー。本当はきついよ。ライスバーガー。めちゃくちゃいい匂い。どうしたっけ？え？え？だけどな。うわあ、すげえ。すぐ持てないんだけど。湯気立ってるよこれ。すごくない？美味しそう。いただきます。なんかお米、もち米っぽい。もち米って書いてある。大体だって大体もち米だと思う。どうも、うん、うまっ。あっこっ。うん、うまい。うまいけど熱いよ。うまい。これ当たりだわ。当たりだ。牛肉じゃん。あ、ま、普通のライスバーガーって豚肉かも。今思う。いや、わかんない。牛肉かもしれない。辛っ聞いてないんだけど聞いてないんだけど、全然甘辛くなかったよ。普通カレーよ。あの箱からこれね、入っちゃったけど、あんバターサンドクッキー有名だったよ。盛岡では有名らしいね。あれだ、福田パン。福田パン。そう、福田パン、福田パン、超有名な福田パンが出してるお菓子。まあ有名だよね、みんな。アンバターサンド。おお、結構熱い。熱い。本当だ。こんな感じ。あ、すごいバター。うん。うん、うまい。うまい。うまいんだけど、
まあ、ライスバーガーっていうか、あんがよくわかんないんだけど、俺の中で今。あ、うまいね。うん、美味しい。さすが。これなんだろう、シャシャしてんの。クッキーじゃないよ。なんかバターの中に何か入ってない。なんだろう、何入ってんだろう。あ、コーンフレーク。あ、なるほどね。美味しかった。美味しかった。ごちそうさまでした。じゃあ。これは香辛がめちゃくちゃ合う。岩手に向けて出発しましょう。岩手じゃねえや。俺どこまでだっけ？次の秋田過ぎてまで俺を見て。うん。2回。意外と出ないでしょ。意外と出ないでしょ。いいね。焼き食えなかったのは残念だったね。食いたいわ、そこだけおすすめだな。いや、ほんと美味しいよ、あれ。そう、あれ何円だったっけ、300円くらいだったかも。あー、多分そのくらいだったかな。俺もしばらくだからもうあんま覚えないけど、いや、食いたかった。いや、ほんと美味しいよ、あれ。やっぱいいですね、高級な運転は安定してて。いや、俺とは違って危なげがねえもん。余裕で寝てられるもん。寝てはいい。あ、じゃあ俺目的、あの弘前城着くまで寝てていい？ありがとう。そんなもん。せっきと言いました。かき食も寄りに来ました。最寄りだね。パーキングと。だね。ね、みんなね。まあ、ここはダメなの。まあ、ここは良かった。多分これは、こっち配置人用なんだろうね。ただ別に入れる。30分100円だって。あ、つまんないじゃん。だからお土産も食事もできるって。うん、でも一つ、さっきスタバ行ってスタバ持ちながらもある。多分その方がいいんじゃねえと思ったけど。大変じゃない？あ、これは全然大丈夫。先に行くの。ああ、なんかいる。うわ、すげえ。ちょっと動画が多分これ、あとはアップできる。あ、あの、とか超綺麗だね。Didn't have a dime. No, you and me were poorest.